こんにちは。身体の先イメージキャラクターのマカス君です。本日は奈良市にございます。フリアコート奈良609号室のご紹介動画となります。それではマカス君と一緒にご紹介をさせていただきます。はい、さあまずはですね、こちらが玄関となっております。さあ玄関入ってすぐ左手側にはですね、このように玄関収納ですね、ついておりまして、さあ玄関入ってですね、すぐ右手側に、はい、扉がございまして、こちらがお手洗いとなります。こちらですね、ウォシュレットつきました。大変清潔感のあるですね、お手洗いとなりますね。はい、さあまたですね、このように左手側引きますと、まずはですね、室内の洗濯機置き場となりまして、はい、こちらがですね、シャンプードレッサー付きの独立の洗面台となっております。はい、またこちら奥の方がですね、お風呂場となっておりまして、はい、このような浴槽の方もついておりますね。はい、こちらになりますね。はい、それではですね、お部屋の方に入ってまいりますが、さあ、お部屋ですね、入りますと大変綺麗なですね、白いクロスが貼られましたお部屋となります。はい、キッチンの方もですね、上下に収納がついております。キッチンとなりますね。IH の一口のですね、コンロがついております。さあ、またこちらですね、オートロック付きマンションということで、はい、こちらがモニター付きインターホンついております。こちらを任す。おすすめとなっております。また収納がですね、こちらにクローゼット収納がついておりますし、ハンガーポール付きですね、お洋服もかけれるようになっております。はい、またエアコンが1台完備されておりまして、さあ、このようにですね、バルコニーの方も、はい、これは大変綺麗なですね、バルコニーとなっております。はい、こちらですね、大通りに面してですね、お部屋となっております。はい。ではですね、こちらの物件ご紹介の方はですね、以上で終了させていただきます。最後にマカス君からですね、お知らせの方がございます。賃貸のまさきでは、ネット予約サービスやお迎えサービスなど各種サービスを行っております。奈良のおもてなし奈良心、賃貸のまさきではお客様のお部屋探しを全力でサポートいたします。本日はご視聴ありがとうございました。